こんにちは、富永です。今回は過食症完全克服マニュアルというところでですね、過食症を克服していくための治し方について話をしていきたいと思います。で、過食症ですね、まあ病院に行っても治らない、まあ誰かに相談しても治らないというところですごく悩んでいる人が多いと思うんですね。なので今回はですね、自分でできる過食症克服のステップですね。過食症っていうのは誰かに治してもらうものではありません。薬を飲んだから治るっていうものでもないです。もちろんですね、誰かのサポート、心理的なサポートを受けたりとか、まあそういうことをするっていうのは大切ですし有効なんですけど、過食はですね、自分自身が過食と向き合わないと治らないんですね。なので今回はですね、そういうふうに自分自身で過食と向き合って治していくためのポイントというところを話をしていきたいと思います。で、本日のですね、動画の内容は、まあ5個、5段階の構成になっています。最初にですね、まず過食と食べ過ぎの違いっていうところですね。ここを勘違いしている人がいますので、このことについて少し話をします。その後に過食を招く3つの原因、過食の原因ですね。何にしてもそうなんですけど、問題が起こった時はですね、原因を突き詰めて、それを解消しないといけないんですね。なので、過食の原因について話をしていきたいと思います。で、その次にですね、過食を引き起こす3つの合図っていうところですね。過食の引き金となってしまうもの、原因とまた別にですね、引き金となるものがあります。なので、そこをしっかり説明していきたいと思います。で、その後にですね、過食症を改善する5つのステップというところでですね、過食症を治していくための具体的な方法を話をしていきます。で、そして最後にですね、過食症、まあ一生付き合っていかないといけないって思ってるかもしれないんですけど、まあできるだけその予防をですね、やっていきたいと思うんですね。過食症を一回克服した後に、またその後過食症が出てこないように予防するための方法っていうのをですね、話をしていきたいと思います。では早速内容に入っていきたいと思います。まず、過食と食べ過ぎの違い。結構ですね、やっぱりダイエットしてるとですね、食べ過ぎを過食って思ってる人が多いんですね。けど、過食と食べ過ぎは、ま、明確に違います。で、これですね、注意しないといけないのが、情報発信をしているダイエット指導者の方がですね、ただの食べ過ぎに対する対処法をですね、過食の対処法って言って話をしてしまうんですね。例えば、食べ過ぎてしまう場合、まあ、食べ過ぎの対処法としてですね、事前に野菜をしっかり食べるとか、野菜をたくさん食べるとか、栄養があるものを食べるっていうことがあるんですけど、過食の場合はですね、そういうふうに野菜を食べたりとか、まあ、体にいいものとかを食べたりとかしてですね、すること自体が難しいんですね。もちろん予防法としては役に立つんですけど、その発信が過食に対して話をしているのか、ただの食べ過ぎに対して話をしているのか、しっかりそこを見分けることが大切です。さっきの野菜の例で言うと、食べ過ぎてしまう場合は、最初に野菜だったりとか、そういうもの、栄養があるものをしっかり食べることによって、空腹感を少し、まあ、紛らわすじゃないですけどね、そういうことをすることによって、食べ過ぎを防ぐことにはつながります。ただ、過食の場合は、それじゃ収まらない。逆に悪化する場合があるんですね。で、食べ過ぎっていうのはですね、まず誰にでもあることです。これは本当にみんな気づいてないだけで、誰でもあります。例えば、ビュッフェとかですね、食べ放題の店に行ったとしますよね。そうした時に、お腹がいっぱいだけど、いっぱい、量がたくさんある。まあ、いろいろいっぱいあるんで、とか、あと、友達と話しながら食べてるんで、量を食べ過ぎてしまって、お腹がパンパンになってしまう。そういうことは誰でもあることなんですね。けど、過食っていうのはですね、そういうふうに食べ過ぎてしまうのとまた違うんですよ。過食っていうのは、まず衝動的なんですね。もう、なんか過食欲っていうものが湧いてくる。もう今日はたくさんパンパン、お腹がパンパンになるまで食べたいっていう欲が湧いてくるんですよ。で、それで、食べ始めるともう止まらなくなるわけですね。で、ここに書いてるように過食っていうのはポイントは詰め込んでしまうんです。食べ過ぎの場合はですね、ある程度お腹がパンパンになったらそれ以上食べれなくなります。ああ、お腹いっぱいになったで止まるんですね。けど過食の場合はお腹いっぱいになったとかではないんです。もう詰め込んでお腹がいっぱいになってる。もうこれ以上食べたら太るって分かってるけど止まらなくなって詰め込んでしまうんです。で、さっきも言ったようにみんなとご飯を食べに行ったりとかして食べ放題とかですね、ビュッフェとかに行った時にいっぱい食べたっていうのはですね、過食じゃないんです。まあもちろんですね、過食が悪化するとそういう風に誰かと一緒に食べてる時も過食並みに食べてしまうことはあるんですけど、基本的に過食っていうのはですね、一人でこもって食べることがほとんどです。なので誰かと一緒に食べに行ってお腹パンパンになった、旅行に行ってたくさん食べ過ぎた、ああお腹いっぱいになったっていうのはですね、過食ではありません。過食は本当に衝動的に起きて、
詰め込みで止めたいと思っても止まらないのは過食なんです。なのでここの違いを知っておいてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。まずあなたは今過食に悩んでるのか食べ過ぎに悩んでるのか。食べ過ぎでも太ります。ただ過食と食べ過ぎは対処法が全然違いますので、その違いを知っておいてもらえるといいんじゃないかなと。で過食じゃなくて食べ過ぎっていう場合はですね、まあ今から あの話も参考にはなると思いますけど、少しやり方が変わってくるので、まあその辺を注意してもらえるといいかなと。とにかく SNS とかの発信で誰かが過食って言って発信してるんだけど、それはですね食べ過ぎに対して有効な方法であって、過食に対しては悪化する方法である可能性がある、まあ、過食に対しては有効じゃない場合があるっていうことがですね本当に多いですので、そこはですね注意して見てもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次ですね、過食を招く3つの原因というところで話をしていきたいと思います。で過食っていうとですね、まあいろいろな問題があるんですね。まあ身体機能的な問題、まあ、生物学的な問題だったりとか、社会的な問題とかですね、心理的な問題とか、まあいろいろな問題があります。けどですね、多いのはですね、この3つです。まず1つ目が栄養バランスの問題です。で、これはですね、特にダイエットがきっかけになって過食になってしまった場合に多いです。例えば栄養バランス、特に多いのは炭水化物。糖質制限が流行って炭水化物を減らしすぎて、でそれがきっかけとなって過食になっている人多いんですね。で炭水化物っていうのはですね、体のエネルギー源になるものです。で体がエネルギー源を制限してしまって、極端に制限してしまうと体の中でエネルギー不足になってしまうんですね。でそうなると体っていうのはですね、食べ物を求めて過食を引き起こしてしまいます。なので今もし糖質制限をして過食、反動的な衝動的な過食が止まらなくなっている場合はですね、炭水化物が原因である可能性が高いっていうふうに知っておいてください。他にもですね、女性であれば多いのは鉄不足。で、どういう人が鉄不足で過食を引き起こしているかっていうと、例えば生理前に症状がひどくなってくる人だったりとか、産後の過食とかはですね、鉄不足の栄養、あ、問題がある、隠れていることが多いです。で、鉄不足っていうと、まあもちろん血液検査で貧血を指摘されればもちろん鉄不足の可能性は高いです。あとはフェリチンだったりとかですね、そういうもの、血液検査のデータで判断できることもありますし、他にも症状的にはいわゆる貧血のようなフラフラするとかですね、常にイライラしやすいとか、あとは爪が割れやすい、氷をガリガリ噛みたくなるようなことがあるとかですね、あと手足の冷えとか、そういうものも貧血、まあ鉄不足の症状になります。あとはやっぱり疲れやすい、階段を登っている時にすごく疲れやすいとかですね、そういうものは、貧血、まあ鉄不足が起こっている可能性があるっていうふうに覚えておいてもらえるといいかなと。そういうふうな症状があった上で過食があるのであれば、栄養バランス、鉄の問題かなっていうふうに考えてもらったらいいと思います。栄養バランスに関してはですね、他にもいろいろ要因はあるんですけど、本当に多いのは基本的に糖質制限、糖分、糖質不足と、あとは鉄不足ですね。で、あとはですね、やっぱりカロリー不足です。もう明らかにカロリーが不足している、1日1000キロカロリーぐらいしか取ってない場合とかですね、まあ、気づかずに野菜とか、いわゆるこんにゃくとか、そういうものばっかり取って過食が起こっている場合は、カロリー制限、カロリー制限も糖質制限と同じですよね。同じようにエネルギー源が不足してしまって過食になっているっていうことですね。糖質制限の人は、あとは低糖質のパンだったりとか、こんにゃく米とかですね、そういうふうに主食を置き換えしている人もかなり過食になりやすいですので、注意してもらえるといいかなと思います。で、二つ目ですね、心理的な問題。ストレスが溜まったりとか、不安が溜まったりとかですね、そういうふうなものでも過食が起こりやすくなります。で、人間の体っていうのはですね、ストレスが起こるとですね、脳の中で脳がですね、幸福感を感じれなくなるんですね。で、そうした時にどういうふうにして幸福を感じようとするかっていうと、食べること、過食になるんですね。なのでストレスが強くなったりで、不安も同じです。不安が強くなるとですね、脳の中で食べる食欲を促す回路が刺激されてしまいます。なのでストレスが、いや不安を慢性的に抱えてたりとか、あとは子供の時に、まあ、親から少し虐待を受けてしまったりとか、ちょっとその不安が強くなるような経験とかですね、そういうものをしている場合、まあ、いわゆるその PTSD とかですね、そういうふうなものがあるのであれば、もしかしたらそれが原因となって過食が起こっているかもしれないです。で、3つ目が脂肪量の問題です。痩せすぎるとですね、
体がですね、脂肪がなくなってしまうので、脂肪をもっと増やせというところで食欲を強く刺激してしまって過食が起こります。なので拒食の後の過食とかはですね、こういうふうに脂肪量が少なくなりすぎて、それが原因で過食となってしまっている場合がありますので、痩せすぎでも過食が起こるということを知っておいてください。なのでまずこの3つの原因をですね、知っておいた上で、今自分がどれに当てはまるのかっていうことをまず考えてみてください。で次ですね、で過食ですね、原因があった上でそれをさらに引き起こす、悪化させる要因があります。でそれがここに挙げている5つになります。まずストレスですね。で、ストレス自体が原因であることもあるんですが、例えば栄養バランスが少し崩れてて、栄養バランスが崩れてもですね、過食が起こらない人はいるんですよ。それに対して、それに上乗せしてストレスだったりとかですね、ここにある要因が加わってくると過食が引き起こる可能性があります。でストレスはですね、過食を引き起こす一つの要因です。で二つ目が不安です。でさっき言ったようにストレス、例えば会社のストレスがあるときに過食が引き起こされるとかですね、もともと栄養不足があったんだけど何かストレス的な要因が加わることによってプラスでなってしまうとか、でそれと同じように不安ですね。何かこう気持ち的に不安が出てくる、例えば家を買って将来的なお金の不安が出てきたとかですね、仕事がうまくいかなくてクビになるんじゃないか、自分は将来どうなるんだっていう不安が出てきたりとか、最近で言うと年金の問題が出てきて自分は老後本当に生きていけるのだろうかとかですね、そういうふうな不安が出てくるとですね、不安が合図となって過食が引き起こる場合があります。なので不安もですね、少し一つ過食を引き起こす、合図として知っておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。で次はですね、寝不足です。で、過食ですね、後から言うんですけど、過食を引き起こすタイミングとか頻度とかを考えておくことすごく大切です。毎日過食が起こるのであればですね、さっき言った原因の中プラスでこういうふうに合図がですね、ストレスとか不安とかが毎日ある場合がある、あることが多いんですけど、例えば毎日ではなくて週に1回とか、そういう場合はですね、例えば寝不足が原因で過食が起こる場合があります。で寝不足になるとですね、どうしても脳の、ですね、理性を司る部分っていうのがですね、働きくなるんですね。でそうなるとある程度原因が、例えば栄養不足があっても、人間の脳ってやっちゃいけないって思ったら行動を抑制できるんですよね。けどある程度は抑制できるんだけど、その抑制の部分っていうのはですね、寝不足によって働きが悪くなってしまうんですね。でそうなると栄養不足とかがあって、過食の原因が体の中に眠っていて、で普段は脳で抑えている状態であれば、寝不足によってその理性が外れてしまって過食が起こってしまいます。なので過食の頻度、過食が週に何回かとかであればですね、寝不足の日に起こってないかとか、そういうのを考えるってことも大切になります。で4つ目、これめちゃくちゃ多いんですけど、低血糖、血糖値が下がりすぎて過食になってしまう場合も多いです。寝不足もですね、低血糖を招く一つの要因ではあるんですけど、低血糖が過食の合図になること多いです。例えばお昼ご飯の前にですね、イライラすごいしやすかったりとか、手足の冷えが強くなってしまったりとかですね、そういう風な状態で血糖値が下がってしまう、血糖値が下がってしまう状態っていうのはですね、すごくですね、食欲がそわそわしてしまう、低血糖って言ってしまったら体にとってはエネルギーが不足している状態なんですね。なので食欲を強めてしまうわけです。でそうした時に食べてしまうと、それがきっかけとなってバーッと食べてしまったりとか、でお昼は仕事があるからお昼ご飯で終わるんだけど、実際低血糖の状態からお昼ご飯を食べたりすると、その後ずっと血糖値が安定しないんですよ。で結局お昼から夕方は血糖値が下がりやすくなってるんですね。で血糖値が下がりやすくなってる夕方になって、そわそわがずっと止まらずに仕事が終わる、その後にずっとそわそわしてるから、結局帰りにコンビニいっぱい買ってしまって、帰ってそれの仕事の疲れも合わさって食べてしまうっていうことが起こりますので、低血糖ですね、すごく注意してください。で特にですね、やっぱり昼前とか夕方にそわそわしたりとか、あとは手足が冷えたりとか、手足の力が抜けやすくなったりとか、あとはイライラが強くなったりとか、そういう風な症状がある場合は低血糖がきっかけとなっている可能性がありますので注意してください。であとは腸内環境の悪化ですね。腸内環境はですね、実は食欲をコントロールする腸の中ではホルモンが作られているんですね。
で腸内環境が悪くなると食欲を抑えてくれる、コントロールしてくれるホルモンが出にくくなりますので、腸内環境が悪くなると過食が引き起こされやすくなります。これだけで過食が引き起こることはないんですけど、何かさっき言った栄養だったりとか脂肪とかの問題があって、その状態でさらに腸内環境が悪くなってしまう、何か生活が崩れて腸内環境が悪くなってしまうと過食の合図になってしまうことがありますので注意してください。特にですね、やっぱお腹が張ってるのに食べてしまうとか、そういう状況の場合は腸内環境が影響している可能性がありますので十分注意してください。で、次ですね、過食症を改善する5ステップっていうところです。まずですね、最初にですね、自分が過食をし始めたきっかけを考えてください。何の時に過食が始まったかなっていうのを考えることはすごく大切なんですね。例えば誰か彼氏に何かを言われたきっかけ、そこから過食がひどくなった、まあ、これはちょっと少ないんですけど、多いのはやっぱりダイエットとかですね、ダイエットをして食事制限をし始めて無理をして痩せた後に過食が始まったとかですね、仕事を始めて何かこうストレスが溜まり始めた時に過食が始まったなどですね、そういうことをまず考えることが大切です。で、そうすることによってですね、過食が始まった時の生活を考えると過食の原因が分かるようになります。分かりますよね。さっき言ったようにダイエットを始めて栄養バランスが崩れ、糖質制限をし始めて後に過食が始まったのであれば、まあ、そういうふうにダイエット栄養バランスが原因である可能性がありますし、職場環境が変わったりしてストレスが溜まったとか、結婚して不安が強くなった後に過食が強くなったっていうのであれば不安が原因である可能性ありますよね。が高いですよね。なのでそういうふうに始まったきっかけを考えることがまず大切です。原因を追求するっていうことですね。で、次ですね、過食する頻度を考えてみてください。過食もですね、毎日食べ過ぎる場合と週に1回週に2回食べる場合と全然違うんですね。例えば毎日食べ過ぎるのであればですね、常に何か要因が常に何か隠れた要因があるっていうことですね。いつも仕事で不安ストレスがあるとか、常に不安を抱えているとか、糖質を毎日制限しすぎているとか、そういうふうな不安そういうふうな状態が隠れている可能性が高いです。これが例えば週に1回とか2回とかであればですね、その慢性的な原因、まあ原因はあるんだけど、それに加えて何かきっかけ、さっき言った合図ですよね、寝不足だったりとか、ストレスだったりとか、そういうふうなきっかけがあって起こっている可能性がありますので、そういうのを考えることが大切になります。で、次にですね、過食するタイミングを考えてみてください。週末、毎日過食するのか、週末だけ過食するのかとかですね、あとは夜過食するのか、昼過食するのか、朝過食するのかとかですね、そういうふうなことを考えるのが大切です。例えば、週末だけ過食するのであれば、もしかしたら平日に仕事を我慢しすぎていて、それが解放された週末だけにやってしまう。で、平日に仕事のストレスと、あとは食事制限を我慢しているから、週末に一気にバッて反動で食べてしまうこともありますよね。とか、あとは生理前とかに食べ過ぎてしまうのであれば、最初に話したように鉄不足が原因である可能性はあります。とかですね、あとは夜であれば、夜に毎日食べ過ぎるのであれば、さっきも言ったようにストレス、仕事のストレスが毎日かかっていて、それが原因で食べ過ぎてしまっている可能性があるということですね。なので過食するタイミングを考えるということが大切です。で、その上で次に過食する合図をまず消していくことが大切です。毎日過食するにしてもきっかけがやっぱりあるはずじゃないですか。タイミングを考えた時に夜過食してしまう可能性がありますよね。で、そういう場合っていうのはストレス、仕事でのストレスが合図となっている可能性がありますよね。毎日ストレスを仕事で抱えているのであれば、そうした場合は仕事が終わった後にそのストレス、合図となるストレスをやっぱり解消する。例えば仕事が終わった後に趣味を間に挟んで食事に行くとかですね、そういうふうなこととか、あとは仕事のストレスであればガムを噛むとか、帰りにガムを噛むっていうのはストレスを緩和するためにすごく有効な方法なんですね。なのでそういうふうに夕方に食べ過ぎるのであれば、まあ仕事で、それで仕事でストレスがあれば、そのストレスを解消する、合図を解消するってことが大切です。で、あともさっき話したように週に何回か 1,2 回とかで寝不足の後に過食をしてしまうのであれば、寝不足をまず解消するっていうことですね。そういうふうに合図を見つけたら、まず原因よりも合図を解消する、合図を改善する、まあ消すっていうことが大切です。
なのでまずは合図を改善するっていうことをやってみてください。でその上でですね、過食の頻度が減ってきた時にさらに原因を追求して、もちろん原因から改善してもいいんですよ。原因から改善してもいいんですけど、簡単なのはまずは合図を消すこと、その後に原因を改善する。さっきも話したように原因っていうのはですね、栄養バランスの問題だったりとか慢性的なストレスの問題、脂肪量の問題っていうものがあります。栄養バランスの問題も改善するの、まあできる人はできるんですけど、そんないきなりですねバッて変わることはないんですね。なのでそれよりも悪化している要因をまず消してあげて、まあ過食の頻度を減らすが減ってくることによって、それでやっぱり自信にもつながってくるんですね。そういうことをまずやった上で栄養バランスを長期的に変えていくっていうことだったりとか、あとはストレスとか不安ですね、これもすぐに改善できるものじゃないじゃないですか。もともとやっぱり考え方、その人それぞれの考え方っていうのがありますので、それを改善していくっていうのはなかなか難しいわけですよね。なのでそれもやっぱり最初はちゃんと合図、まあさっき言ったように対処療法的なところですよね。ストレスを軽減するようにガムを噛んだりとか、まあ何かストレス解消の方法を少し逃がしてあげたりとか、食じゃないところに逃がしてあげたりとかですね、そういうふうなことからやって、頻度が減った上で根本的な解消、ストレスを受けにくい考え方を身につけたりとか、体力をつけたりとかですね、そういうふうなことをやっていくっていうことですね。なので過食を改善する場合はこの5つをやってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。で過食が改善した後ですね、その後にまた再発する場合もあります。なのでそういうことを防ぐためにもですね、まず生活習慣を整える、さっき言ったように睡眠とかですね、そういうところ、睡眠を整えるということは過食を引き起こす合図をやっぱり消してしまうんですね。過食が治ったと思っても寝不足が続いたりすると、それが合図となってたまたまピョンって出てきたりするわけですよ。原因っていうのはやっぱりいろいろ根が深いので完全に消すことはできないわけですよね。できないというかできるんですけど、まあ、いつ出てくるかわからないんですよ。でそれのきっかけとして寝不足とかが過食の原因を引っ張り出してきたりとかもするわけですよ。とかそれ一回の寝不足が原因で食べ過ぎてしまったら、もう一回またそれが合図となって出てきてしまうとかですね。なのでそうならないためにもまず生活習慣を整える、特に睡眠、規則正しい生活をするっていうことですね。これがすごい大切です。で、極端な食事は避けるっていうことです。これ一回ですね、極端な食事で過食になってしまっても、またやってしまうことがあるんですよ。極端に食事量を減らしたり、極端に糖質を減らしたり、極端に野菜を食べたりとかですね。そういうふうなことをやってしまいがちですので、それはやめてください。で、食べる以外のストレス解消法を見つけるっていうことも大切です。特にやっぱり運動をやったりとかですね、あとは誰かとこうお話をしてストレスを解消するとかですね、ヨガとか瞑想とかもいいですよね。基本的にですね、ストレス、過食っていうのは何か体に負担がかかって、ストレスでも何でもいいんですけど、負担がかかってそれを逃がすために過食をするんですね。なのでそこのストレスをちゃんと解消してあげる方法を見つけてあげるとですね、横に逃げるための過食に逃げなくても良くなるわけですよ。なので定期的にやっぱりストレスを解消していく方法、まあストレスってさっき言ったように完全に克服できないこともないんですけど、どうしても日々ってやっぱりストレスを感じることはありますので、それをちゃんと食べる以外の方法でちょこちょこ溜まりすぎないように最初の段階で解消していくっていうことが大切になります。で、あとはですね、玉の食べ過ぎは気にしないでください。食べ過ぎを気にして、あ、やっぱり治ってないんだ、私はダメだと思うと、それが自分の自信をなくして落としてしまって、また過食をするきっかけになります。人間ってですね、やっぱり自信がなくなってくるとどんどん不安が強くなってくるんですよ。そうなると原因でも挙げましたよね、心理的な問題、不安の要因が強くなってきてしまって、また過食が強くなってきてしまいます。これは自己肯定感っていうところになるんですけど、ちょっとした食べ過ぎを気にして、あ、やっぱり私はまた過食になってしまったんだって思うと、不安が強くなって過食の原因がまたぶり返してしまいますので、たまの食べ過ぎは気にしない。さっき言ったようにたまに食べ過ぎてもいいんです。それはもう誰でもあることなんです。それが過食っていうのはやっぱ衝動的に、しかも詰め込むように食べてしまう。で、これがやっぱり何回か続いてしまう、1ヶ月とか2ヶ月続いたらですね、また考えないといけないんですけど、たまに食べ過ぎて、しかもそれが1週間に1、2回続いたぐらいだったら気にしなくていいです。それは気にしない方がいいと思いますので、まあここは十分注意してください。で、あとはですね、これ意外と大事なんですけど、運動習慣をつけるっていうことです。体に意識を向けるっていうことはものすごく大切なんです、実は。ストレッチでも何でも、ストレッチでもいいですし、ウォーキングでも何でもいいです。
とにかく自分の体を動かして今どういうふうに動いているのかっていうのをですね、意識を向ける習慣をすることがですね、実は食から気をそらすすごいいい方法、さっきの食べる以外のストレス解消を見つけるっていうところにもつながるんですけど、過食を抑えるためにすごいいい方法になりますので、ただですね、運動習慣といっても運動脅迫みたいに運動しないと太るからって言ってやったらダメですよ。やるとしても睡眠がちゃんと取れてる状況で20分から30分ぐらい歩くとか、毎日朝から10分ストレッチ、寝る前に10分ストレッチをやるとか、そういうふうなことぐらいでいいですので、ぜひですね、運動習慣は身につけてもらえるといいんじゃないかなと。で、さっきも言ったように、ストレスの受けにくい体にするのにも、実は体力をつけるとですね、ストレスに対する耐性が強くなるんですね。そういう意味でも予防することになりますので、ぜひ運動を意識してもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。今回ですね、だいぶ長くなりましたが、過食の完全克服法というところで、根本的に過食を治していく方法をお伝えしました。ぜひですね、この中で、今までやってなかったとかですね、自分がやれてなかったっていうところはですね、見つけてやってもらえるとですね、これ本当に過食ってある程度落ち着いてきます。落ち着いてくると、それだけ落ち着いて対応できるようになってくるので、またさらに良くなってきますので、少しずつ、一歩ずつでいいので、過食を改善していくっていうところをですね、意識して今回の動画を参考にしてもらえると嬉しいなというふうに思います。はい、では今回は以上になります。もしよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。